ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。なあ霊夢、ガールフレンドカッコ借りって知ってるか？確か10年くらい前に流行ったソシャゲよね。私ほどじゃないけど、可愛い女の子がいっぱい出てくるのは知っているわ。実は今でもサービスが続いているんだぜ。そうなの。ただし、今週魔版はクソゲーだったんだ。そのクソゲーも気になるし、続いている本家も気になるわ。じゃあ今回は、ガールフレンドカッコ借りについて解説していくぜ。ガールフレンドカッコ借りは、2012年10月29日にサービスが開始された、アメバ上で運営されているスマートフォン向けのソーシャルゲームなんだ。あとはブラウザでもプレイできるな。カッコ借りまで正式なタイトルなの？そうだな、運命の彼女を探し続けるゲームだから、ガールフレンドカッコ借りなんだ。なるほど、運命の彼女が見つかるまでは正式な彼女じゃないってことね。改めて考えるとどうかと思うが、まあ、ゲームだからな。このゲームのもう一つのテーマは、耳で燃える学園恋愛ゲームなんだぜ。どういうこと？声優さんがかなり豪華なんだ。一定以上のレアリティのカードにはボイスがついていて、当時はボイス付きのカードゲームはほとんどなかったから、本作の特徴になっていたんだ。堀江由衣さんや田村ゆかりさん、釘宮理恵さんをはじめとする、豪華な声優陣によるボイスが実装されているんだぜ。確かにめちゃくちゃ豪華ね。ただし、すべてのカードにボイスがついているわけじゃないから、フルボイスではないし、声優さんが配役されていても、ボイスの実装が遅れるカードもあったんだ。それでも十分楽しめそうだわ。こうして2012年10月29日にサービスが開始された、ガールフレンドカッコ借りは、半年後の2013年5月5日には、会員登録数が200万人、約1年後の9月27日には300万人、その後も2014年1月12日にはテレビ CM の効果もあって400万人、4月30日には500万人になっていたんだぜ。多くの人がプレイしていたのね。2021年4月18日には900万人を突破しているんだ。900万人もすごいけどサービスが続いているのもすごいわ。確かに豪華なボイスは特徴になっているが、ゲームシステム的には、至って普通のソシャゲなんだよな。そういえばカードの話があったけど、具体的にはどんなゲームシステムなのかしら？いわゆるカードバトル系のソシャゲだな。投稿っていう項目がクエストになっていて、体力を消費しながら進めると、経験値やキャラクターのカードをゲットすることができるんだ。学校が舞台になっているのね。そうだな、主人公は西洋学園高等部の2年 C 組に所属している男子生徒なんだ。そして運命の彼女を探しているということね。そうなんだぜ、舞台になっている西洋学園は100年以上の、由緒ある名門校で、高等部の生徒は約1000人だ。多いわね。ちなみに男女比は3対7だな。女の子が多いのね。というわけで本作には100名以上のキャラクターが登場するんだ。全員はさすがに紹介できないから、何人か紹介するんだぜ。まずはメインキャラクターの一人で、アニメでは主役も務めた椎名ココミだ。確かによく見る子だわ。どういうキャラクターなの？新体操部のエースで成績優秀、貧困法制の人気者だな。基本的にはしっかり者だが、天然なところもあるんだ。王道ヒロインね。次に CM で人気が出た、クロエルメールだ。そういえば、お正月に放映された CM で、かなり話題になっていたわね。どんなキャラクターなのかしら？フランスからの留学生で日本のことに興味津々な、純粋で明るいキャラクターなんだぜ。それで片言なのね。あと人気キャラとしては、村上文雄も外せないな。なんとこのキャラクターは人気投票で、2014年から10年連続で1位を獲得しているんだ。そんなことあるの？キャラクターの数も多いのにすごいよな。ちなみに殿堂入りは今のところないらしい。運営も想定していなかったのかもしれないわね。それで、文雄ちゃんはどんなキャラクターなの？これまでに紹介した二人とは違って、口数が少ないタイプのヒロインだな。一見とっつきにくい印象を受けるんだが、本が好きな優しい性格なんだぜ。一緒にいて落ち着くタイプね。そうだな、というわけで全然紹介しきれないんだが、魅力的なキャラクターが、山ほど登場するゲームなんだ。それでこの子たちがカードになっているのね。ああ、名前が同じカードを合成するとカードが強化されるんだが、これを進展と言ったり、他のカードで強化するときには、エールを送るといった独自のシステム名になっているんだぜ。バトルもあるのよね。バトルはたくさん応援された方が勝ちなんだ。それがカードの能力によるってことね。そうなんだぜ。バトルで勝利すると、高いほどモテると言われている、メンズポイントをもらえたり、集めることでボイスが聞けるレアカードになる、秘蔵写真をゲットできたりするんだ。確かにシステム名や設定は学園ものだけど、よくあるカードバトル系のソシャゲね。いわゆるガチャは、キューピッドっていう名称になっているんだ。カードのレアリティは下から、ノーマル、ハイノーマル、レア、ハイレア、S レア、SS レア、U レアの7種類に分かれていて、レア以上のカードにボイスがついているんだぜ。レア以上が欲しくなるわ。レアなカードを手に入れるには、イベントもこなす必要があったんだ。どんなイベントがあったのかしら？イベントはそのほとんどがバトル要素を含む内容になっていて、アイテムを消費してイベント専用の敵を退治したり、他の部活に所属しているプレイヤーと勧誘合戦をしたりするんだぜ。面白そうだわ。ただし2013年に急激に新規のアクティブユーザーが増加した時には、サーバーの処理能力が追いつかずに不具合が続出したんだ。想像以上に増えちゃったのね。
一部のイベントは中止になったり開催時間や期間を短縮するっていう対応が取られたんだぜ。その後はアクティブユーザーが15万人から25万人の間に落ち着いたのもあって、中止になったイベントを再開したり期間をずらして開催したりしたんだ。開催できてよかったわね。そうだな。2014年には公式からサーバーの増強を行うアナウンスがあって、一応問題は解決されているんだぜ。一応、サーバーが落ちることはなくなったんだが、動作が重いことは多々あったんだ。常に快適ってわけじゃなかったのね。あとは2018年9月28日には、月額プレミアム会員制度が開始しているな。どんな制度なの？いわゆるサブスクだな。月額が異なる3つのコースがあって、登録すると経験値が 1.5 倍になったり、回復アイテムが通常より安く購入できたりするんだ。さらに課金するのが前提なのね。そうだな、正直微妙だっていう意見が多いんだが、まあ、無料でも十分遊べるから特に問題はないんだぜ。課金したい人にはいいシステムよね。というわけで、微妙なところもありつつも、カードのイラストが可愛いことや特徴であるボイスも人気で、ガールフレンドカッコカリは10年以上も続いているソシャゲなんだ。まさかここまで続いているとは思わなかったわ。そうだな、それにこの長い歴史の中でいろんなメディア展開があったんだ。アニメとか漫画とか？ああ、2014年にはテレビアニメが放送されているし、漫画も複数タイトルが発売されているんだ。それにネットラジオの配信やキャラクターソングの発売、スロットに舞台と本当にいろんな分野で展開されているんだが、コンシューマ化もされているんだぜ。へえ、ゲーム機でも遊べたのね。コンシューマ版は PS ビータ用ソフトとして、2015年11月19日に発売された、ガールフレンドカッコカリ、君と過ごす夏休みなんだぜ。タイトルは夏休みなのに発売日は全然夏じゃないのね。最初はタイトル通りに2015年の8月20日に発売予定だったんだが、11月に延期になったんだ。何か事情があったのかしら？公式からはより良い品質でお客様へお届けするためにっていう、アナウンスがあったな。詳しくはわからないのね。ああ、それに延期自体はそこまで大きな問題にはならなかったんだが、タイトルが君と過ごす夏休みなのに、過ごせないじゃねえか、っていうツッコミが起きたんだぜ。11月なんて完全に秋だものね。ところでこれはどんなゲームだったのかしら？ジャンルは恋愛アドベンチャーで、2014年の人気投票、西洋学園マドンナ選抜総選挙2014で、上位だった女の子たち9人がメインで登場するんだぜ。原作に比べると少ないけど、コンシューマ作品としては多いわよね。そうだな、それに本作には原作とはまた違った特徴があったんだ。どんな特徴なの？まずは、フルボイス仕様なところだな。へぇ、フルボイスだったのね。そうなんだ、原作も、耳で燃える学園恋愛ゲーム、っていうコンセプトにはなっているんだが、ボイスがついているのはレアリティが高いカードだけだったし、全部のシーンにボイスがついているわけではなかったんだ。それがこの作品では全部のシーンでお話ししてくれるってことね。そうだな。好きなキャラクターの声を思う存分楽しむことができたんだぜ。あとはライブ 2D も特徴なんだ。ライブ 2D? 2D のイラストを立体的に動かすことができる技術なんだ。3D よりも原画の画風を保ったまま動かすことができるのと、低コストで制作できるから人気なんだぜ。それなら見たことあるわ。放置少女や、アンサンブルスターズで採用されているな。あとはサービスが終了してしまったんだが、東方弾幕カブラにも、採用されていたんだぜ。まさかの体験済みでした。これについては特定のイベントだけで採用されているんだが、アニメーションも滑らかで自然だし、何より好きなキャラクターが喋って動くんだから、当然好評だったんだ。確かにライブ 2D って可愛いのよね。そしてイベントの臨場感をさらに向上させていたのが、バイノーラル録音だな。音響関係の技術かしら？そうだな、バイノーラル録音はステレオ録音方法の一つなんだ。ダミーヘッドの両耳にマイクを設置して録音した音声を、イヤホンやヘッドフォンで聞くことでその場にいるかのような、音を聞くことができるんだ。その方法でボイスが録音されているのね。海水浴のイベントでスイカ割りをするときや、特定の日に発生する目隠しのときと、クライマックスのイベントのときに使われていて、ボイスが立体的に左右の耳から聞こえるから、まるでキャラクターがすぐ近くにいるような感覚になれるんだぜ。最高じゃないの。そばにいるような感覚といえば、タッチシステムもこのゲームの特徴だな。PS ビータのタッチパッドが使えるの？そうなんだ、PS ビータの画面や背面をタッチすることで、ヒロインの服を直してあげたりアイテムをあげたりして、好感度を上げることができるんだぜ。画面越しとはいえ触ることもできちゃうのね。最初にコンシューマ版はクソゲーだったって言っていたけど、めちゃくちゃ面白そうじゃないの。確かにクソゲーは少し言い過ぎだったかもしれないが、これらの特徴を上回るような残念な要素も多かったんだ。そうだったのね。どこが残念だったのかしら？まずは日常パートの会話が単調になっているところだな。いわゆるギャルゲーはプレイヤーが飽きないように、イベント以外の通常会話にも力が入っていることが多いんだが、本作は同じセリフが何度も登場したり、数日後に全く同じ会話が発生したりすることがあったんだ。デジャブを感じそうね。さらに主人公のセリフや心理描写は全く存在しなくて、ヒロインたちのセリフから少しお調子者だっていうのはわかるんだが、何を考えているのかわからないんだぜ。え？でも会話はあるのよね？ヒロインが主人公のセリフを復唱する形で会話が進められるんだ。プレイヤーが主人公という原作を尊重したシステムではあるんだが、
副賞が多すぎて回りくどい印象を受けた人が多かったんだぜ。主人公が全く喋らないのはちょっと無理があったのかもしれないわね。そしてその回りくどい会話が繰り返されるから、日常パートが不要だったんだ。日常パートってそもそもそんなに多かったの？そうだな、ヒロインごとに深いシナリオがあるわけじゃなくて、日常パートで正しい選択をしていくことで好感度を上げて、最後のイベントに挑むっていう流れになっているから、とにかく多かったんだ。そういう流れだったのね。遊園地に行ったり海に行ったりといったイベントはあるものの、どのヒロインでも流れは一緒で、作業感が強いのも不要だったんだ。原作があるから、この作品で深いシナリオを出すわけにもいかなかったんでしょうね。まあそれが大きい理由だろうな。各ヒロインとのエンディングについても原作のコンセプトになっている。カッコ仮から抜け出さない方向になっているんだ。それってエンディングでも本当の彼女になることはないってこと？そうだな、恋愛アドベンチャーというジャンルでありながら、ヒロインと友達のまま終わったり、うまくいっても、友達以上恋人未満という感じで不完全燃焼なまま終わるんだぜ。確かにちょっとモヤモヤしそうね。原作をプレイしている人ならまだしも、特に情報もなくキャラクターの見た目や、声優さん目当てで購入した人にとっては期待外れ感がすごかったんだ。でもコンセプトを守ったって言われるとあんまり文句は言えないわね。とはいえ原作ではすでにほとんど恋人のようなシチュエーションが、登場していたこともあって、今更友達で終わられても、っていう意見が多かったんだ。それは不満に思って当然だわ。さらに、さっき特徴として紹介したシステムもいまいち不要だったんだ。どのシステムが不要だったの？タッチシステムだな。ヒロインに触れるのに、一見盛り上がりそうなシステムなんだが、タッチの判定がしっかり設定されていないせいで目的に関わらず、ヒロインが映っているところならどこでも成功になってしまうんだ。特に意味のないシステムってことね。おそらく PS ビタにタッチ機能があったことで、とりあえず搭載されたシステムなんだぜ。ちゃんと作ってあれば楽しそうなシステムなのに、こういう、とりあえず搭載されたシステムが他にもあったんだ。どんなシステムなのよ？マイクに呼びかけるシステムだ。へぇ、マイクも使えたのね。ああ、本体のマイクに向かってヒロインの名前を呼ぶっていう、少し恥ずかしいシステムなんだぜ。照れくさいわね。ところがこの機能は別に名前の音声を認識しているわけじゃないから、ただ息を吹きかけたり指でマイクを触るだけでも、名前を呼んだと認識される機能だったんだ。ちゃんと呼んでいた人がかわいそうよ。一方でオートセーブ機能やリプレイ機能はちゃんと整っていたことから、手軽にガールたちと夏休みを楽しみたい人には好評な部分もあったんだ。ちょっと残念なところが多かったのね。システム的にはそうなんだが、ボイス DLC の入手方法については、かなり批判的な意見が多かったんだぜ。ボイス DLC があったのね。そんなに不要だったなんてどんな入手方法だったのよ。まずこのボイス DLC は、ギャラリーっていう機能の、プロフィールで聞くことができる、朝の挨拶と一緒に下校のことなんだ。中には PS ストアで無料で配信されているものもあるんだが、ほとんどが購入特典になっていたんだぜ。じゃあ全部聞くのはほぼ不可能ってこと？発売当初なら全部購入すれば聞くことは可能だったが、現在ではコンプリートは不可能なんだ。現在では？ダウンロード版の購入特典だった桜井茜のボイスはすでに、付属期間が終了しているから今はもうコンプできないんだ。そうなのね。まあ10年近く経っているからそれは仕方ないにしても、発売当初から村上文夫とクロエルメールのボイスは、2種類が別々の店舗の購入特典になっていて、不満が相次いだんだ。それはひどいわね。というわけで単純に PS ビタでガールたちをめでたい人には一応、楽しめる内容にはなっていたものの、シナリオやシステムは満足度の高いものではなくて、クソゲー寄りの評価になってしまったんだ。コンシューマ版が手抜きに見える理由の一つに、オープニングやエンディングに、歌が入っていないっていうものがあるんだ。確かにキャラクターが歌っていても良さそうよね。それにコンシューマ版の発売から約1ヶ月後の2015年12月には、リズムアクションゲームの、ガールフレンド音符が、配信開始されているんだ。それが何か関係あるの？このゲームに収録されている楽曲がキャラクターソングや、ユニットソングになっていることもあって、コンシューマ版のオープニングとエンディングに歌がないことに、違和感を抱く人が多かったんだぜ。確かにオープニング曲をキャラクターソングにして、ガールフレンド音符でもプレイできるようにしたらファンも喜ぶわね。ちなみにキャラクターソングは1曲目はヒロインたちの個性を、ストレートに表現したものになっていて、2曲目は新たな一面を意識して作られたものになっているんだ。ちゃんとこだわって作られていたのね。ところでガールフレンド音符って具体的にどんなゲームだったのかしら？8つのボタンとフリックボタンが流れてくるいわゆる音ゲーで、ぶっちゃけほぼスクフェスだな。確かにそうね。でもガルフレの女の子たちでプレイできるなんて楽しそうだわ。そうだな、ユニットを組む以外にもプレイするときに背景でダンスしてくれる、センターガールを選ぶこともできたんだ。3D になっているわね。そうなんだ、センターガールにはボーナスがあったり、着せ替えもできるんだぜ。それにホーム画面にも登場して、タッチすると部位ごとに違う反応も見せてくれるんだ。 B
ビータ版よりタッチ機能は充実していそうね。この 3D モデルは女の子らしさや柔らかさを意識して作られているんだが、元のイラストとかけ離れてしまったこともあって、好評ではなかったんだぜ。こだわりがずれてしまったのね。そんなこのゲームのストーリーは、ある日学園の理事長からダンス大会への参加が生徒たちに伝えられて、優秀な成績を収めれば、特別名誉生徒の称号といろんな特典を授けると、告げられるところから始まるんだ。だからセンターガールはダンスしているのね。そうなんだぜ。あとは同じ目標に向かって頑張ることで、ヒロインとの仲やヒロイン同士の仲が深まっていくっていう、コンセプトで作られているんだ。原作とはまた違った青春を楽しめそうね。さて、そんなガールフレンド音符なんだが、実は2015年の上半期に、リリースが予定されていたんだが何度も延期して結局、年内ギリギリに配信が開始されたんだ。こっちも延期していたのね。さらに、リリース当日には不具合が発生して緊急メンテナンスが行われているんだ。そうなの。ああ、アクセスが思ったよりも多かったらしく、システム障害や、一部のユーザーのデータが消えるといった不具合があったんだぜ。いきなり消えちゃったのね。リリース日の12月1日にメンテナンスに入ったんだが、5日にはまた別の不具合が見つかって結局サーバーが再開したのは、12月16日のことだったんだ。半月もかかったのね。なんだか不安になるスタートだわ。その不安は的中して、このアプリは通信レスポンスが、かなり悪かったんだ。通信制限がかかった状態ではログインができなかったり、楽曲を読み込む時もフリーズしたりと、その後も不具合を連発していたんだぜ。なかなか快適とは言えない状態だったのね。それにこうした不具合以外にも残念なところがいくつかあったんだ。どこが残念だったの？まず SR 以上に採用されるヒロインが原作よりも偏っていたんだ。ほとんどがココミやクロエ、そして主人公が所属しているダンスユニット、ノネットのメンバーで、他には結城苗や小日向いちごといった人気キャラクターと、このアプリで初めて登場したライバル校のキャラクターが選ばれていたんだ。じゃあ人気があまりないキャラクターのファンはあまり楽しめなかったのね。カードが1枚もないヒロインもいたんだが、なぜかキャラソンはあるっていう、中途半端な状態になっていることもあったんだぜ。それは謎だわ。あとはイベントのスパンが短いことも不評なんだ。どれくらい短いの？2日挟んで次のイベントが開催されていたんだ。さらにこのゲームでは原作と同様に同じカードを3枚集めて進展することが最終目標になっているんだが、その必要ポイントが約 2.5 倍以上になったイベントからこのスパンになったせいで、イベントの参加者がこれ以降数千人規模で減ってしまったと言われているんだぜ。かなり減ったのね。ちなみにガールフレンド音符のコミカライズ作品や、ウェブアニメも配信されていたんだぜ。へぇ、派生作品からさらに展開があったのね。2016年までは動きがあったんだが、2017年6月を最後に、センターガールや楽曲が、全然追加されなくなったんだ。まだ配信から1年半くらいじゃないの。そして2021年4月28日にサービスが終了したんだぜ。そうだったのね。サービス終了までは期間があったものの、ほとんど更新されなくなったことや、もともとアプリのクオリティが低かったことからガールフレンド括弧仮自体の、展開の勢いもなくなっていったんだ。そういう事情があったのね。というわけでガールフレンド括弧仮は2012年にサービスが開始されて、2014年頃から積極的にメディア展開が行われていたんだが、コンシューマ版やリズムゲームアプリは失敗に終わってしまったんだぜ。発売や配信が延期になっているのにクオリティが低いのは残念よね。とはいえ本家のソシャゲはカードのイラストやボイスが人気で、10年以上続いているんだ。なんだかそれを聞くと改めて気になってくるわね。私も運命のガールを探しに行ってこようかしら。みんなもガールフレンドカッコ仮の思い出があったらコメントで教えてくれよな。皆さんの意見も聞かせてほしいわ。それじゃあ次の動画で。またねー。